はい、今度はですね、パーツ寄せ集めのマイクロビーストキーになるんですけども、ハンチングがですね、今まで出てた原因がですね、なんとなく分かりましたので、それをちょっとお知らせしたいかなと思います。というのはですね、こちらの、ちょっと見えるかな、ここのタイミングベルトの駆動ベルトですね、この間がですね、かなり、ぐらつきがあったんですけど、今なくなってますけどね、ここに、家に、置いてあった適当なですね、アルミのカーラー、これを入れまして、もちろんグリスも入ったんですけど、それでもまだわずかにですね、動くので、飛ばしてみましたですね、やはり、ちょっとおかしな動きがするということで、さらにこちらにですね、コンマ3ミリの、シムワッシャーを2枚、入れました。そうしましたらですね、ピクリともちょっと動かないようになりまして、よかったんですけども、先日ですね、バッテリーがですね、やっぱし、へたってるっていうのかな、もう寿命っていうんですかね、1分ぐらいでですね、出力低下で、やばかったんですよ。これもスタント最終で、やはりこの時も背面だったような、ちょっと忘れちゃったんですけど、ちょっと録画撮ってなかったんでね、それで緊急着陸ですね、緊急着陸して、損傷はねなかったんですけどね、不幸中の幸いでですね、バッテリーもですね、やっぱし早めに交換した方がいいかなと、ただ電圧とかの容量を見ますとね 98% あったんで、まさか1分ぐらいでね出力低下になるとは思ってませんでしたので、やはりおそらくバッテリーじゃないかなということで、バッテリーをとりあえず交換しました、でちょっと今日やってみたいと思います。3D やらなければね、そんなには消耗しないんで、出力低下でも問題なくね、オートロまではいかないんですけど、それに近いような状態で降りてくるので、破損もないと思います。じゃあとりあえずちょっと飛ばしてみたいと思います。はい、ではちょっとね、スイッチを入れまして、スイッチ入りまして、あれ誰か来たな、大丈夫ですか、スイッチ、メインスイッチを入れまして、あとは機体のですね接続を、機体の接続の前にライトですね、ライト電源の、おなじみのですね、はい、それからメインのスイッチを入れます。で、これの動きが止まれば完了です。どうでしょうか、動きましたね。はい、じゃあこれでとりあえず、キャリブレは OK ですね。あとカバーをつけまして、カバーね、機体は450なんですけどね、カバーは500になってます。とりあえずですね、これもねうまく入っちゃう、使えちゃうんですよ。これはですね、仲間内の方からいただいたもので、壊せないということですね。ではちょっとやってみたいと思います。はい、これは OK ですね。はい、はい、じゃあちょっと、飛ばしに行っていきます。ヘリパッドはあそこですね。お、あ、なんか動いた、大丈夫か、怖いな。ですね、ラダーがねカンキャンキャンキャン動いてますね、動き流して、はい、はい、以上、モーター解除、じゃあスロースターターの、今日はねまた気温がねまた32、3度あるのかな、
かなり暑いんですよ。で風もそんなにないんですね。はい、じゃあ行きましょう。動いてるのかな。今まではもうこんくらい飛ばしてるとね、値段がピクンピクンと動いたんですが、今はねやっぱりちょっと入ってるんだよな。いやー天気がいいからね、気持ちいいんですけどね。なんかやっぱりね、テールもやっぱり赤にしないとね、やっぱ勘違いしそうですね。怖いね。あ、ごめんなさい、ちょっと一旦下ろしまして、それもつけます。あと残り2分ぐらいですね。まあ、こちらの電池はですね、新しいので大丈夫と思うんですけどね。ただ暑いとね、あの ESC がね、あのまあ温度ヒューズじゃないんですけども、それでセーブしちゃうのかななんてね、一瞬思いました。じゃあとりあえず行きましょう。あまりハードなことしなければ大丈夫ですね。これはね、こんなことは一体なんだね、だいたいね、低すぎますよ。まあ、信じてはいけない、自分の腕と機体の性能ですよね。やっぱり、先日のあの出力低下のやつね、2500mAで、こちらの方はですね、2250なんですよね。三角っていうメーカーですね。あ、滑らかだと大丈夫ですね。タルットから比べるとですね、やっぱし安定度合いはですね、タロットの方がもうはるかに優れてるっていうのかな、設定がいいのか、私 の教えていただいた師匠がいいのかちょっと分かりませんけど、めっちゃくちゃ安定してますね、あれね。でもこれでもまあ手ぐらいは離せるんですけどね、タロットはね、今ほとんどね、あまりないけど、どうでしょう。じゃあ背面で、もう背面はね結構ね止まるんですよね、動いて、ほらこんな感じでね。あ、もうピーキー鳴ったから、もう早めに落としますね。早めに下ろしますね。やっぱり一番つまんない落とし方はバッテリーの低下とかですね、ネジの緩み、そんな不具合で落とすのが一番、まあアホみたいな感じですね。やっぱりね、なんかハードなことやって落とすんだったらまだ自分のね、納得できるんですけども、ヘリが何があるか分かんないんだ。ちょっと風もね、変な風に吹いてたな。とりあえず降ろされたもん。今アイドルアップ切ってなかったですね、そのまま下ろしましたね、だからちょっと変な音したんですけどね。まあ以上になります。